します。お願いします。寒いけど本気でやると。やるときやるよ。8秒になってた。え？今8秒になってた。8秒シャッター桜とモデルポートレートは桜でなければいけない
桜なしでは成り立たない写真であって、それ以外は桜が、ツツジになろうがひまわりになろうが、同じことになってしまいますので、単なるポートレートとして撮影すればよいという感じで、気楽に撮ればいい話だと思います。ただ桜のポートレートは工夫して桜でないと撮れないという写真でありますので、そこを重点を置いてチャレンジしてみるっていうのも面白いかと思います。絶対それが桜でなければ成り立たない写真という感じで、工夫してみるというのも面白いです。ただなかなかの鮮やかなピンク色の桜っていうのをもう見かけないですし、白だったり特徴的な背景、配置で、撮影できれば、見てくれる方、日本人をはじめとするその見てくれる方の頭の中、思考の中で、勝手に、桜が咲く時期の状況を各自が勝手に設定してくれて、見てくれる方々の中の思い出の中にその写真を見てくれるというシチュエーションが生まれてきます。ですからピンクであったり、まあ、ピンク色っぽい白にピンクに近い白であったり、まあ、今回この夜の撮影は白なんですけれども、ほぼそんな感じで、なかなかピンク色、写真の中にピンクを出すのは難しいんですけれども、マゼンタのフィルターを昔は入れてたんですが、今は、写真の加工の中でピンクを入れる方もいらっしゃいます。桜のピンクっていうのはアントシアニンという色素成分がありまして、それがピンクになるらしいんですね。で、アントシアニンというのは気温が低いと分解されにくくなって、ピンク色になるらしいんですけども、気温が高いとやっぱダメらしいので、寒い地域でゆっくり咲く方がピンクになるという話を聞いたことがあります。これも諸説あるらしいので、責任は及びませんが、まあ目で見た感じよりも写真はやっぱりピンクというよりも白になってしまうことが多いです。で、僕はやっぱり夜の撮影であっても逆に昼のがストロボは使いやすくて、夜はストロボっていうのがやっぱ人工的な、ちょっと光をぶつけてる被写体モデルさんにぶつける感じになってしまいますので、ちょっと暴力的な感じになってしまって僕は好きではないので、光を選んで、光の当たっている桜を選んで、撮影させていただいてます。まあそのピンクの話なんですけど、樹木、桜の木って、窒素とリン酸だとカリで、こんなにでかい樹木として大きい存在としてどんどん成長して何百年も生き続けているって本当すごいことだなっていうふうに、動物性の食べ物、肉などを食べなくなってから改めて、この樹木の凄さに感銘を受けております。
話を戻しますけれども、低い桜の枝の中にモデルさんを入れたり、モデルさんに枝を持たせたり匂いを嗅がせたり、なんかベタな桜撮影っていうことをなされる方、教える方、なされる方ってあんまり見たことないんですけど、教える方、あ、でも琥珀水聞いたらそういうベタな人がいるらしいんですが、やっぱりそんな昭和初期のモデル撮影会みたいな、そんな撮り方を指導するエセプロ、あのレッスンプロがいたりもするんですけれども、本当にそんな写真が素敵だと思っているのでしょうか。僕はそうは思わないんですけれども、まあ、そんなベタな写真も笑いのネタの一つとしていいかもしれません。でも逆に言ってしまうと、写真の基本っていうのはやっぱり桜であろうがモデル撮影であろうがなんであろうが変わらないので、そこにモデルがいる、そこに桜があるという写真でいいと思います。やはり桜ポートレートも桜撮影としては、写真撮影として、あの人それぞれの好みで撮影すれば良いと思います。そしてこちらも何度も同じ場所で、撮影できたとしても、光、風、いろんな条件っていうのはもう二度と、同じ条件っていうのは二度とないですから、はい、モデルさんのお肌の状態やらなんやらも、もう同じ条件っていうのは、同じシチュエーションは二度とないので、こちらの、 そのモデルさんを使っての桜撮影も、あのレッスンプロの方が言われるようなことは参考程度に聞いておいて、まずは自分で本当に撮影してみて、疑問が出たりしてみてから、好きな、あのこのようにこんな感じで撮りたいっていうのはどういうふうにしたらいいかっていう疑問を持ってから、またそこで、それを解決するような手段を得て、聞いたり、学んだり、自分でやっぱり試してみて失敗してみてっていうのが身になり肉となりますので、ね、そこでやってみて、もっとこうしたい、こんな風に、撮ってみたい、こんな風な感じで撮ってみたいっていう、という思いが大切だと思います。常に撮影一回一回が学びだと僕は思います。工夫してみて失敗してみて、トライアンドエラーから撮影というのはやっぱり成長していくというのは、この桜とモデルさんポートレートっていうのも変わらないと思います。センター合ってる、正解です。その後ろにまた車来ます。自転車おまわりさんでした。ということで、2022年桜三部作という感じで、お伝えさせていただきましたが、やっぱり共通して言えることは、実際に撮ってみてどういう風な写真が撮りたいっていうのがしっかりして、そこから試してみて失敗して、で徐々に、理想に近づけ、理想の写真に近づけていければいいんじゃないかなという感じです。
全ての写真に共通して言えることなので、それはあの僕もまだまだですし、皆さんも、ね、理想の自分の理想の写真に近づけるよう頑張っていきましょう、ということで、また次回、そういえば、チャンネル登録お願いしますね。ということで、ではまた。アリデベルチ。チャオ。